今から非常に、へんてこりんな話をします。今までの話ぐらいでまともな話ですから。私運がいいんです。どのぐらい運がいいかというと、常識を外れたぐらい運がいいんです。昭和23年に生まれました。物心ついた時には食料事情も良くなってました。私の前に生まれた人は空から爆弾が降ってきました。ちょっと前に生まれた人は食料事情でしたが悪くて食えなかったです。私の時は物心ついた時はもう食事は十分ありました。ただ戦後のどさくさでした。だから親が勉強しろって言わなかったんです。毎日遊んでたんです。でその後は厳しかったです。進学の時代になっちゃったから塾行かされたりで、私はちょうどそういうのがなかったんです。で色気づいた頃になってきたら復興して番とか順とかいろんなものが出て、私に合わせて世の中が良くなってくるぐらいこう良くなってくるのね。で私銀座日本漢方研究所っていうのやってんだけど、私会社行きません。だから会社に私の椅子はございません。それぐらい行かないです。私が行くとどうなるかというと、あ、社長が来たってみんな集まってきて話して盛り上がって仕事にならないの。で日本漢方研究所と言いながら誰も研究してません。研究員はいません。で私も研究してません。ただいろんないい昇進ができるんです。しらめくんです。で私はそれをありがたいことだと思ってて、で私神様がいると信じてるので、私の趣味は奇跡を起こすこと。もう奇跡を起こすのが楽しくてしょうがない。だから今ね、条例ができるようになった。修行してできるんじゃダメなの。それは奇跡じゃないの。優秀な研究員がいてできるんじゃダメなの。それ奇跡じゃないの。面白くないの。で社長が頑張って働いて会社の業績がいいんじゃダメなの。うちの会社って近所からパートで働きに来た人、そういう人しかいないの。でそういう人で納税一番になっちゃうの。でどうやってやるんですかって、奇跡を起こすの。うちの会社はね、インターネットもないの。なんでないかと、誰もできないから。でうちたった5人しかいない。でその5人で納税日本一になっちゃうんですか。なっちゃう。でどうやってやるんですかって、奇跡を起こせばいい。で自分が奇跡を起こし続けることが神がいる証だと思ってんの。だから誰も信じてくんなくていいの。だって俺宗教家じゃないから信者なんかいらないの。ただ自分が勝手に自己満足なの。自己満足したいの。ただ時々サボり癖があってやりたくないって。だってやりたくないもん。ね、だって神様って前払いでいろんなもんくれるんだよね。そうそう、神事へ。仕事じゃないよ、俺仕事好きなんだもん。神事やりたくないの。仕事するじゃないね。と俺ね、何百年も何千年も食えるだけ金持ってんだよ。だから食ってけんだよ。だからみんなから俺別に何ていうの、寄付集めたいとか思ったこと一回もないんだよ。だって俺もが金持ちだもん。ね、で俺は個人的に奇跡を起こしたいの。でそれが俺の楽しみな。
だけどここのとこ神事やる気になったので、理由は地獄へ行きたくないから。でも人間ってそんなもんだよ。だってさ、除霊なんか好きな人ってこの中何割だもんな。いや、みんな好きかもわかんないけどさ。困った時の神頼みって言葉知ってるかい？いけないみたく言うけどそうじゃないよ。困ったら神しか頼れないんだよ。だってもっと努力したらって、努力も及ばない時に困ってんだよ。だって解決できるもんで困ってるやついないんだもん。わかるかい？俺ね、この話はしたくないの。したくないんだよ、本当にしたくないんだよ。もう嫌で嫌でしょうがなかったんだよ。あのね、俺に知恵授けてくれていろんなことができるようにしてくれる神様ってなんていうお名前ですかって名前聞いたことある。そしたら神様が雨の御中主って言った。で、まあ雨の御中主なんたってみんな知らないだろうけど、それはそれでいいのね。で、その人が知恵くれるので、その人がこの信言を言ったら条例ができますよとかできる。で、今から言うことね、信じる人がこの中で一人でもいると思うんだよ。だからその一人のために話すの。これから地震も来れば津波も来るんだよ。その時神様のお役に立ってる人はたった一言、雨の御中主お助けくださいって言ってごらん。人間って神様に守られてる人間って死なないんだよ。寿命が来たら死ぬよ。寿命が来るまで死なないんだよ。地震が来たからって死なないんだよ。津波が来たからって死なないんだよ。騙されたと思って言ってごらん。なんでかっていうと、俺ここのとこテレビ見てて苦しいんだよ。もうじき地震が来る、津波が来る、直下型のが来た時は3分以内に津波が来る、もう揺れてる間に逃げてください。どこへ逃げるんだよ。あんなこと、恐怖のことばっかし言われて明るく生きれないよ。地震が来ないんじゃないんだよ。来ても大丈夫だっていう波動を出した時、震度7が震度6になったりするんだよ。恐怖の波動というのは恐怖のことを呼び寄せるんだよ。だから今見たく恐怖を煽るようなことばっかり言ってたらおかしいんだよ。東北の津波なんか千年に一回しか来ないのだよ。明日来るようなことばっかり言ってたら本当に来るからやめなって。上岸地震なんかこの前だって分かんなかったんだよ。お前ら知らなかったんだろうって学者偉そうなこと言ってるけど、この前文献見てやっと来てから分かったんだろうって。恐怖の波動は恐怖を呼ぶの。地震が来ないから安心してくださいじゃないの。地震が来ても大丈夫なの。わかるかい？ね、騙されたと思って、雨の御中主の神お救い、お助けくださいって素直に言ってごらん。俺は言うから助かるよ。それでね、いや私は他の宗教やってますから、それを他の言ってな。あのね、雨の御中主っていうのは天の中心の神様なで、アマテラスさんやなんか全部それのお使いなの。だからどれを言ってもお使いだから、それはそれで構わないからね。今日は何言いたいんですかって言った時、せめてうちの仕事をしてる人は豊かになって安心の波動を出せるようになろう、ね、豊かが悪いことじゃないの。おしゃれもいいの。男が女にモテたいのは当たり前なの。神がつけてくれたの。神をつけてくれたものを否定するのは神を否定するのと同じなの。男は女が好きだから頑張るんだよ。女はおしゃれが好きだから頑張るんだよ。
男も頑張ってごらん、奥さんみんな使ってくれっから男は働くだけで十分なんだよ。なんかね、今日の話はものすごく取り留めがないです。ただ私にすると神様の名前を言うのが嫌だっていうのは、神様の名前を言えば必ず宗教と間違えられるの。ただはっきり言うけど、宗教は信者を集めるの。俺は集めてません。寄付も集めてません。それから宗教団体いけないんじゃないよ、税金払わないんで。私は日本で一番払ってるんです。で、それを可能にしてくれた神様と一緒にね、この世の中で奇跡を起こし続けたい。花江ちゃんが俺のとこ来た時本当貧乏だったの。それがこんなにお金持ちになって奇跡なんだって。だから自分にとって奇跡ってあるんだよ。分かるかい。憧れのバッグ持って私にとってこれが奇跡だとかね。うちの社長たちってね、かわいいよ。恵美子さん、私が一番お金持ちになった時ってお前いつお金持ちになった気がしたって言ったら、ホテルでメロンを半分半分出してくださいって、半分食べた時自分はお金持ちになったってね、みんなそんなもんだよ。みっちゃん先生はな、小玉スイカを、小玉スイカって昔高かったの、あの小玉スイカを買えた時自分は小玉スイカがね買えるようになったんだって言ったの。俺ね、うちのね人たちを億万長者にしたの。その次にね、恵美子さんのお弟子さんは恵美子さんのお弟子さんだと思ってたの。でも最近は俺自分の愛弟子だと思ってんの。だからみんなもね、本当に豊かにさしたいの。その豊かにさす、豊かになってほしいんだけど、これだけはダメだよっていうのは、正当な欲はいいんだよ。正当な欲までいけないって言ってたら絶対金持ちになれないよ。人のもん取ってくるんじゃないんだよ。自分が働いて物買って何悪いの。日本ってさ、半分税金なんだよ。自分で働いたのは半分税金で取られんだよ。働かないやつの方がエゴなんだよ。働いておしゃれして楽しんで何いけないの。そんなこと言ってる神様聞いたことないよ。俺についてる神様はそんなこと言わない。ひとりさん、もっと働けって言うから働くんだよ。お役目が来るから来るの。みんなで自分なりの楽しい奇跡を起こしましょう。どうもありがとうございました。